まあ、まあ、自分できるんかね。はい、では、すいません、むきちゃん。はい。せーの。2022年12月4日、日曜日、朝の体操を始めます。お願いします。おはようございます。おはようございます。まあ、まあ、しょうがない。ちょっと、成城さん、太田の囲碁の会が。あれですよね。はい。そうなんです、そうなんです。で、できた。これ、そう、これなんかね、この間沙織の実習に行ってて、でみくちゃんが作った作品、いやすごい華やか、いくつか見せて、これあだいぶ太い糸でやってるの、いやね、羊毛フェルトをちょこちょこ挟んでいってやったみたいで、もうこれ多分、かわいい、これはものすごい原材料だってん、はい、え、これあれね、サオリ、なんだ、サオリよりのサオリ候補、サオリさん作ったの、カオリさんじゃない、サオリさん、この今マミが見せてるのはこれ三重県のサオリより工房の、うん、ね、でこの間これはストールですよね、ストール。要は お土産ってことでいいんですよね。あ、そうそうそう、お土産みたい。そういうことですよね。お土産というか、なんかこもちゃん TV の解禁賞で、こもちゃんからマミに送られた。あ、そうだね。そうなんです、ね、一度も休まずに参加できてたのよね。今度これね。そう、はい、これが、2つ目のさ。これはね、ちょっとね、実はすごい長いやつがあって、それを、切ってっていうか、うん、なんていうんだろうな、長すぎちゃって、うん、もうなんかそれが 2.5 メートルぐらいあったんですね。すごいすごい。で、もう一個の方が かなりちゃんとした長い長さなんだけど、これはその片方のやつで、まあでもなんかこう、なんていうんだろう、巻くのに使えなくはないぐらいの長さ。ね、これね。うん、ね、次はこれ。それが片割れ？そう。あ、それ片割れじゃない。これの片割れが、こっち？うん。こっち、これじゃない？あ、そこで、これ。で、これが長いやつなんですけど、うん、こんな感じの、これもね、すごい素敵な端と端がこういうふうに、ね、うん、素敵素敵、こういう感じ、おなかなか結構なんかそのね、見る角度っていうか場所によって、うん、全然違う顔を見せるこの、うん、あれですね、香りは、ね、これ意外と温かいのね、あ、そうそう、意外と温かい、意外と温かい、なんか空気をこう包み込んでくれる感じで、香織さん、はいはいはい、大きさと、うん、それから写真と大きさと値段を、うん、何かこうリスト作っていただいただけたら、そしたらこれいただきたいっていう風にする、あ、ありがとうございます、それ、うん、いい、すごくいい、覚えてられないから、大きさと値段も覚えてられないから、キス的。もうそれよりこれは？どれどれ？これ。これってどれ？うん、じゃあ見。これ今見せて。いいね、いいね。どう？ミクちゃんみたいより背が高い。ミクちゃんが、この間の板垣さんがお誕生日っていうのをずっと気にしてて、はい。で、今、この一番、一番長いのがいいっていうことだったので、はい、こっちのさっき見せたこのバージョンですね。このバージョンをお誕生日に送ろうかなっていう昨日話してたんですけど、どうも、はい、色はごめんなさい、それと全く同じで明るい色を頼んだんですが、あ、そうそう、で明るい色っていうのが意外とない、そうですね、一番明るいのがこのぐらいか、あ、ちょっと見せていいかな、
これが明るめなんですけど、明るめこれがね一番なんかそのピンクとか入ってて明るめなんですけど、はい、あもう一回さっきのこれじゃあこれはあれはねあのもうちょっと前におったやつなんですけど、これはもしかしてなんかピンクとか、はいはい、そっちの方が正直色使いが落ち着いて職場でも使えそうな感じ。これですか、これですか。うん、さっきのだとちょっと自宅でごめんなさい、自宅ではこういう格好してるんですけど、私の職場って意外と色使いが地味な方が好まれるので、はいはいはい、こう原色に近いのとか、あのいろんな色がガチャガチャ入ってない方がいいってことですね。ごめんなさい、ね、職場にも していくんだったら、はい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 、例えばそれっぽいこれ、じゃあこのこっちの方がいいですか、ね、そうですね、すいません、もうちょっとごめんなさいね、鮮やかなピンク色とか使うのかなとごめんなさい、勝手に想像してたらちょっと逆に違ってたんで、うん、じゃあ逆にそっちのちょっとシックな色合いの方が、うん、こっちですね、はい、そうなんかねどっちかというとなんか色使いがあの大人っぽい色使いが多いなみたいな、私も見てそうですね、そっちのはとても個性的で素敵なんですけど、逆あのじゃあ、普段使いにするんならさっきの落ち着いた組み合わせの方が、はい、こっちですね。で、じゃあ分かりました、ちょっとまた連絡します。はい、すいません、あの、はい、ありがとうございます。次は、はい、あのお値段の方もあの振り込み先というか、はい、あのプレゼントなんだよね、みくちゃんね。はい、そんなことそれだと、これこそ仕事にならない、ね、これあれですよね、こんな色がガチャガチャ入ってない方がいいんですよね、さっきのピンクの方がいいですね。もうちょっと私がごめんなさいね、あのおばあさんになった頃にはいい逆にいいかなと思うんですけど今はやっぱりごめん、あの職場でも自宅でも使えるがいいので、これがいい、これがいい、うん、それか、オッケーオッケー。例えばそれもある、うん、でもねちょっとみくちゃんも体操したい、もうでも体操の時間ですよ、ね、すいません、なんかあのサオリ販売、サオリ販売の時間みたいな。お誕生日だって言ってね、皆さんにプレゼントしちゃうと全員お誕生日だから大変だから、そうね、みんな誕生日開けます、そうそうならない、ちゃんとそれもお仕事にならないから、それにじゃあ、あのラジオ体操行きましょうか。コピーは？コピーいるでしょ、いるよ、コピー、はい、ではラジオ体操からスタートします。ラジオ体操第一、上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します、外回し内回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左へ3、4、右の方へ7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます、弾みをつけて2、3、4、後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左2、3、4、左へ大きく7、8、右、左、3、4、右へ大きく足を戻して手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、
足を大きく横に出して斜め下で深く曲げて正面で胸反らし5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。1、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、7、8。はい、ラジオ体操はおしまいです。あれちゃんのではでは、じゃあ次はメキちゃんタオル体操ですね。よいしょ、皆様タオルをご用意ください。じゃん、その前もつこれそれだな、くまもんさん、くまもん山頂しました。はい、くまもん、くまもん。デトロイトのひろこさんはね、会議があるんでダメなんですって、今日来れないって。だからお忙しいですね。だからごめんね、ひろこさんだとね、くまもんのね、持ってるけどね。くまもん、朝のほら、調理の時間がなくて起きなくて。ね、もう早く。みんな頑張ってね。あのさんが起きてくる。やるのに。あ、座ってやる。座って。そうだね。椅子出しちゃったから、なんか座る感じになっちゃった。座って。じゃあ座って。座って。そう。タオルやりましょう。ちょっと足をしっかりね、左右開いて。ね。まず体を。頭と体の、あの腕の感覚が変わらないようにかわして、ね、しっかり汗で踏ん張ってくださいね。そのままズドーンと。やばいだよね。気持ちいい。気持ちいいですね。うん、最高。もう一回いきますよ。よいしょ。よいしょ。ちょっとだけ席外します。すみません。今なんか痛がきたなって言ってます。ちょっとだけ席外すって。え、うん、ちょっと席を外す、ね。で、今度はですね、タオル半分に折ります。半分に折って頭の後ろで、ね、よっしゃ、上げて下げて上げて下げてね、5回、5回いきますよ、5回これ。一、せーの、せ、1、はい、肩甲骨に気をつけて、2、3、4、5、はい、肩甲骨動きました？こうやってやって、ね。しっかり肩甲骨動かして。気持ちいいね。気持ちいいね。今こうやってギュッてやったんですけど、タオル持たないで前にこうやってやってみましょう。ギュッて、うん、ギュッて。で、腕をこうやって入れ替えるだけでもまた違うかもしれない。よいしょ。もう大きい。なんかこれってなんか一滴球みたい。一滴球、あ、一滴球こんな感じ。一滴球だった。ではでは、このタオルを
今度は前にシュッと投げるみたいですね。ボールだと本当に飛んでっちゃったりするけど、ボールだったら飛んでたんだよ。じゃあこれで5回いきます。1、2、3。いい音した。はい、今度反対の手。せーの。1、2、3。お。あ、このタオルを、あ、リズム体操いきました。リズム体操。ね、リズム体操もう47。はい、その、散歩スタート。朝の散歩なの。朝の散歩。ちょっと待って。誰だ。朝の散歩、散歩。はい、では参ります。出発進行。散歩のリズムに乗せて行きますよ。スタート。私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう。坂道、トンネル、草あばら、一本橋に、でこぼこ砂利道、雲なすくぐって、私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう。ミツバチブンブン、花畑、日向にトカゲ、旅は昼はいはい、ではでは、では次はボール、はい、はい、ボールです。いや、ボール体操の準備をお願いします。いくよ、はい、あ、また乗っちゃった。ありがとうございます。出ましたでは、いつも用意。ちょっと下がれます。はい、では。これ楽しい。顎から使うの。はい、では、今日もボール体操です。本当、このね、この心を置いて、10回、潰していきます。
ーの、せ、いち、に、さん、し、ご、ろ、し、はち、きゅう、じゅん。今度は右の、あの、耳のとこにしよう。の、せ、いち、さん、し、ご、ろ、し、はち、きゅう、じゅん。なら、の、なんか枕みたい。で、あ、本当だね。眠くなっちゃう。枕こっか。はい、じゃあ今度は前でボールを潰します。10回いきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これはあのこの辺にも効くし、腹筋にめちゃくちゃ効く。そら、これでも腹筋使ったから、そうダブルだね。これでしょ。今度背中の方で、おぉ、だってけ背中でもね、ぎゅっとね、潰していくよ。じゃあ10回いきますよ。みんな通り過ぎちゃってる。説明さん。やすぎ。うん。もうちょっと優しく。優しく投げないとね、全部通り過ぎちゃう。頑張って。はい、頑張って。あ、で、入った。
すごい、二つ入った。オッケー、オッケー。すごい。じゃあ、ではでは、ありがとうございます。拍手をいただきます。ではですね、今日は心のプラカードをやる感じでいいですね。うん、はい。じゃあ、はい、じゃあそれやってながらやろうかな。ママ、握るのは分かる。これでいいか。それ巻いてやる。はい、では今日は心のプラカードを、いや2つもこんなにさ首締まっちゃいそうに3つも3ついらない、うん、はい、では参ります。ミュージックスタート。スタートする。あ、ちょっと待って、音楽入ってた。はい、ありがとうございます。
ちょっとね、途中で、あの、むくみ先生のダンスが止まってしまってね、この、これがね、これに落ちてきた。ほら、はい、後ろにもね。ではですね、あっちだ、最後。暑い。最後深呼吸してほしい。前にします。暑くない、暑くない、あったかい。ミキちゃんほど燃焼してないってこと。はい、あの、あ、先週は本当、あの、三重県からの放送で、あの、ラジオ体操が皆さんの、あの、実は皆さんに聞こえるようにパソコンをそのカメラのそばに置いてやってたから聞こえてるとばっかり思ってて、後でレコードしたのを見てみたら、うん、音が何も聞こえてなかったみたいで申し訳ない。あいつは覚えてる。外も聞こえない、中も聞こえない。みんなエアーラジオ体操。はい、では三重の海のシルエット楽しみました。ありがとうございます。結構風が強くて、うん、そう、ちょっと風がね強かったんですけど、うん、でもなんか、あの四日市の工業地帯なんて行ったこともなかったので、本当にね、いや本当なんて言うんだろう、漁港とかそういうところで、あの、やりたかったんですね。漁港なんかお魚さん見えるみたいなとけど、ちょっとあの場所が遠くてそこまで行けなかった、うん。お魚さん、はい、月曜日の朝だと入荷してないかもしれない。あ、そうですよね、日曜日だとね、確かに確かに、やっぱりあの平日から土曜日ぐらいまでに行かないと、うんうん、ね。はい、では深呼吸最後にしていきたいと思います。では、どうぞ、鼻から吸って口から吐いてね、お、3回やっていきますよ。はい、じゃあ鼻から吸います。早くね、吐きます。しっかりやっていきますね。はい、吸いますよ。吐きます。もう一回。はい。じゃ、今日も朝の体操に来てくださいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。